それよりも前のあれで私のこの新衣装お披露目配信があって、ちょっと見た方はねわかるかと思うんですけど、あのボボボボボボボさんっていう漫画を読み聞かせ ASMR で読み聞かせするっていうね、なんかそういう配信をしたんですよ。そうで、なんか私まあちょっと世界観大事にしたいなって思って ASMR やったらもうそれ以上のことは何も言うまいでちょっと終わらせようと、そのまま ASMR したまま終わったんですよね。寝落ちする人もいるかもしれないんで、だからあんまりそれの話をしてなかったんですけど、特に私もやっぱ今回は初めてやるっていうこともあって、ちょっと一人で頑張ってみようかなって思って誰にも何も教わらずにやってみたんですけど、なんかこれめっちゃ準備したんですよ実は。ボーボボーって漫画の中にいろんな効果音があって、その効果音をもうなんか音響さんみたいになんか全部揃えて、なんか例えばなんだろう、ジェットコースターのゴーって音はメイクの時に使うなんかブラシみたいなのを耳のところになぞってみたいな、でこれがなんかいろいろ買って、前日に100均行ってこれをね、これ以上もっと買ったんだけど、だいたい20個以上ぐらいのアイテムをね100均で買ったんですよね。いや最初はこれ出しながらやろうとしてたんですよ、この画像を。めっちゃ試行錯誤してたんですよねこれ。そうめっちゃ買った。もうなんかさ2時間ぐらい100均をずっとカゴ持ってうろうろして、このスポンジとかを手に取って自分の耳の横でシャリシャリ鳴らして、これはいけるかもしれないって思ってカゴに入れるみたいな、なんかそのもう旗から見たら明らかに ASMR やる人なんですよこれから。そう多分こういうことしてんだろうね ASMR 実際やる人も。いやなんかもう100均とかさちょっと探してみてほしいわ。いや探しちゃいけないかもしれないけど、たまに自分の耳元でスポンジをシャリシャリ鳴らしてカゴに入れてる女性とかがいたら、この人は ASMRer なんじゃないかっていうのをちょっと私はこれから疑うことにしたわ。うん、結構ちゃんとやりましたよ初めての割にはね。でもなんかなんだろう、すごいこんなに物買ったからなんかこれスタジオで一応やったんだけど、エニカラのねスタジオでやったんだけど、もうねなんだろう、狭いさ防音室みたいなところで一人でやってるから、床がギッチギチに埋まって、なんかやっぱ物を取るときに物とぶつかって音立てないように机の上にかぶらずに置いたりとかするから、地面とかに。だからもうなんか海みたいだったいい音を鳴らす道具の海みたいなね、四方八方が囲まれてたよスライムとかで。そうこういう感じなんだろうね、なんかもうモノボケって感じだったね色もね。モノボケってなんか物がさ列でこう置かれてるわけじゃないですか、こんな思いしてみんなやってんだって思ったわ。うん、モノボケでしたね。ちょっと頭の体操だったね、ちょっとした種類が多いから。やってる人みんなすごいんだよ ASMR を。そう特になんかこう一個の配信でいろんなことやってる人ね。マッサージとか未だにどうやるか分かんないしね、オイルマッサージとか。それは私やってなかったんだけどこの前。うん、いやちょっとまたやりたいね。